子です。今日も藤子の部屋が始まります。はい、皆さんお元気ですか？はい、もうね8月になっちゃいましたね。なんかもう8月なっちゃうと本当に夏ですよね。もう夏はもう暑すぎて、結構ね藤子夏好きなんですけど、もう暑さ結構苦手で、本当ね夏好きなんですけど苦手でって感じで、ちょっとどっちかよくわかんないんですけど、はい、今日はですね8月1日というわけでですね、大阪の方では PL 花火で盛り上がってるんではないでしょうか。はい、みんな行ったかな。はい、でね、8月1日はなんとですね、藤子もねまだ出会って1年も経ってないんですけど、バックダンサーのリアちゃんがなんとお誕生日なの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユーですね。はい、ぜひ皆さんですね、リアちゃんのこと知ってる方は、SNS からでもいいのでお祝いのメッセージをですね送ってあげてくださいね。はい、もうほんとね、あの子はねとってもいい子で、もうとってもいい子で、もう出会った時からもうすっごい頑張り屋さんで、いつ寝てるのっていうぐらいのスーパーハードスケジュール押さえてですね頑張ってる子なんですよ。はい、あの子もですねダンサーでありながら藤子と一緒でエンターテイナーを目指している女の子なので、ぜひですね応援してあげてくださいね。はい、まあ、藤子もやっぱり歌手としてもうダンスもピアノも作詞作曲もね、いろいろ藤子ワールドだったら映像を取り入れたり、結構ねエンターテイナーを目指しておりますけども、今日はですねどんな感じでエンターテイナーを、藤子ワールドをいつもどこで勉強したりしているかっていうところをですね皆さんのお届けしたいなと思います。はい、ぜひ皆さん最後の最後まで要チェックしてください。はい、もうそれにしても暑いです。もうほんまなんかもう8月ですよ。皆さん何してるんですか何してるんですかっておかしいですけど、まあ、8月になったらねいろんなお祭りとか、まあ今日もそうですけれどもいっぱいありますので、ぜひ2016年も夏を満喫しましょう。はい、それでは CM の方からどうぞ。過ごしですか。はいね、もうそうですよ、もう8月になっちゃいましたけども、7月はですね藤子東京のライブに行ってきまして、はい、皆さんね遊びに来てくれた皆さん本当ありがとうございます。もう東京行くとね、いつも藤子ちゃんは東京もっとおいでよって言ってくれてですね、本当にもう一回行こうかなっていう気分になりますね。はい、でも東京とね大阪ってやっぱ違うなと思うことがねいっぱいあるんですよね。
まあ、まずは喋り方から違いますけど、まあ基本一緒なんですけど、あれどっちはい、でもね、藤子ね、東京から帰ってくるときに、あ、藤子のライブももっと、なんだろう、藤子のライブ歌でファンの人がもっと踊れて、もっと歌えるような環境を作っていこうってですね、そう思いながらね、関西に帰ってきたんですよね。はい、というのはやっぱ東京のアーティストさんですね、なんだろう、ファンと一体感になったライブをしている方がすごく多くて、すごく勉強になりましたね。はい、藤子も藤子ワールドというですね、ライブ演出ですね、まあ映像があったり、結構ですね、いろんな方からお褒めの言葉をいただけましたけども、でも藤子はもっともっとみんなに楽しんでもらいたいので、なんかなんだろう、もっと何をしたらみんながこう楽しんでくれるやろうなとですね、日々考えているわけですよ。はい、でこの前ですね、東京行ったついでに横浜の中華街に遊びに行ってきまして、その中にですね、トリックアート店みたいなところがあるんですよね。絵なんですけど、すごい飛び出して見えるような絵があったり、なんか遠くから見るとこうやって見れるのに、近くで見たらわーみたいな絵がですね、いっぱいありまして、ぜひこの藤子の部屋を見てるあなたもですね、こう体験してほしいんですけど、ネットに結構上がっていたので、その中の1枚をですねピックアップして皆さんに今からお見せしたいと思いますので、目をこしらえて見てみてください。それではドン。わかるかな。はい、そんな感じなんですけど、すごくないですか、トリックアート。なんか目とね、脳の錯覚な絵ですよね。もう本当なんだろう、すごいとしか言いようがない。どうやって描いたんって感じですよね。はい、まあこういうのもですね、結構藤子ワールドこう勉強になったりするんですよね。まあ、例えばめっちゃ簡単な話ですけど、横のボーダーと縦のストライプのボーダー、どっちが長く見えますかとかあるじゃないですか。もう明らかにね、縦の方が長く見えるんですよ、同じ長さなのに。それがすっごい不思議で、これは本当目の錯覚なんですけど、ということはやっぱりちょっと自分が太ってるなと気にしている方はですね、ボーダー着ない方がいいっていう感じですよ、本当はい、だからね、ちょっと藤子もストライプにしようと思ってですねはい、思っているんですけれども、でもね、結構ね、日頃の日頃のこう空間もですね、結構勉強になったりするんですよね。エンターテインメントって結構みんなもやってることなんですけれども、めっちゃ簡単に言えば、遊園地のお兄さんとかお姉さんはもうすごいエンターテイナーだなと思うんですけど、だってもうそういうトークでなんかみんなを引き込ませている感じがするじゃないですか。もうそれってすごいエンターテインメントな素質がないとそういうことも絶対できないですし、エレベーターガールもそうですよ。あともう超身近で言ったら、レストランのお姉さんとかもいらっしゃいませって言っただけですごい世界観、そのレストランの世界観があるんですよまあそういうね、日頃のちょっとしたことなんですけど、そういうのからですね、結構あっとか思ったり、なんかすっごいひらめいたりするんですよね。なんか全然違う視点で見ているんですけども、なので結構ね、日々なんかそういうのを見てるだけですごい勉強になりますね。はい、でまた藤子ワールドもですね、なんかもっとエンターテインメントを取り入れて、なんか今はこうインディーズで頑張っているけど、インディーズでしかできないようなね、エンターテインメントも絶対ありますね。はい、メジャーに行ったらね、やっぱりね、いっぱいいろんな人が携わって、いっぱいお金もかけれて、すごいことができるかもしれないんですけど、今の藤子ワールドはこう自分の積み重ねてきたものをですね、なんかもう全て見せるような演出となっておりますので、本当になんか見応えがあるかなと自分で思って、自信を持ってお届けしておりますので、ぜひですね、次の藤子ワールドも決まり次第ぜひ皆さんにお届けしたいと思います。はい、まあ、今年もですね、さっきも言いましたけど、バースデーライブやりたいなと思っているんで、なんか
またね、そういった企画できましたら、ぜひですね、日にちと時間を空けて来てください。はいはい、もう本当一番でも本当ね、USJ USJ の人たちはすごいなと思うんですけども、マジでエンターテイナーですよね。はい、もうなんかなんだろう、藤子の知り合いのダンサーじゃないですけど、すごいエンターテイメントを目指している方がいらっしゃいまして、その方はですね、勉強しに UFJ に、USJ に行くんですよねあそこ銀行じゃなくて、遊園地の方の USJ ね、はいに行かはるんですけど、すごい勉強になると言ってましたね。藤子もやっぱりそういうところから結構ね、取り入れたりしてます。はい、本当ね、勉強って日々の何だろう、見たものと聞いたものと、そして喋ったものがですね、全て歌とか音楽になっていくんですよね。だからいろんな経験をしていくのがやっぱ歌手としての仕事かなと最近になって思うようになりました。はい、だからね、なんか歌が上手いだけとかダンスが上手いだけとかね、こういっぱいいる中、何かすごい伝わるものがあるっていう人ってね、すごい数少ないなってね、最近ね思うようになりまして、やっぱりそうやって経験とか思っていることとかもすごい大事だなと思うようになりまして、本当ね日々勉強ですね。はい、なのでもう本当ね、日々反省と日々感謝を忘れずに、これからも頑張っていきたいと思います。なや、この締めみたいな、こうなんやって言ってもうたまあなんかそんな感じでですね、今日もコーナーをお届けしたいと思います。はい、それでは VTR どうぞ。昔々パピペポ王国にパピとペポがいました。二人はとても仲がいい王国のお姫様でした。ある日、二人は森の中で小鳥やリスさんと遊んでいたら、変な穴に飛び込んでしまい、現代の時代にやってきてしまったのです。エレベーターガードになったんだペポ、誰か来ないかな。来たよ。扉が閉まります、ご注意ください。本日はご来店いただきました。これペポ、マイコ、あれなんて全然聞こえないんだけど。2階婦人服売り場でござる。まだパピー何も喋ってないんだけど、11階に行きたいんだよね。そうなんだペポ、言うの忘れてて。何階泊まりたいんだペポ。11階だペポ。11階はね、お姫様グッズがいっぱいあって、とっても可愛いんだよね。11のボタンを押せばいいんだペポ。そうだよ、押したんだペポ。押してくれた、ありがとう。本日はご来店いただきます。スイッチの入り方、ありなんで本日は11階までの長旅をお楽しみください。長旅なんだ。3階婦人服売り場でございます。婦人服ね、扉が開きます、ご注意ください、すいません、もしもし、誰も来ないんだペポ。まあ今日土日だけどね。土日だったら人多いんだペポ。ねえ、全然入ってこないじゃん。皆さん、扉閉まりますよ。まあその方が楽なんだけどね。いいんだペポ、扉閉まります、ご注意ください。次は4階婦人服売り場。頑張ってるよペポ。館でございます。あ、そういえばさ、次の回にさ、ペポがさ、可愛いなと思ってるピアスがあるから買ってきて、また乗ってきて。よろしく。扉が開きます、ご注意ください。買ってきて。ペポ動けない。ペポ、分かったよ、買ってくるよ。そしたらお客さんが来るように見えるんだペポ。ペポこれでいい？それでいいんだペポ。オッケー、乗って乗って。買ってきたよ。扉が閉まります、ご注意ください。本日はご来店いただきまして誠にありがとう。どういたしまして。次はメンズ館に行こうかなと思ったんだけど、メンズは別に用意ないかな。5階で男の人いっぱい来る可能性もあるよ。そうなんだ。
お客さん入れなきゃいけないから。そうなの。うん、じゃあ一回開けるペパ、うん、次は5回で小銭、扉が開きます、ご注意ください。すいません、5階の人たち聞こえますか。しんちゃん無視される。でもちょっと待って、隣のエレベーターさ、すっごいいっぱい並んでるんだけど、なんでだろう。なんでだペパ、ここ怪しいんじゃない。こちら空いておりますよ、どうぞご利用ください。やっぱ真面目に働いてるんだけど全然人気ないじゃん。しょうがない、次の階行くんだペパ。うん、オッケー。扉が閉まります、ご注意ください。11階まですごい長旅だな。次はね、うん、6階のゲーセンに行くんだペパ。そうなんだ。ちょっとプリクラ撮って帰ってきてね。一人で撮るの。うん、撮ってきて。マジで。まもなく6階ゲーセンに到着いたします。それではどうぞ。プシッ、どうぞどうぞ。本当にプリクラ撮るんだ。はい、帰ってきてね。超恥ずかしいじゃん。ああ、お客さん3人乗せた気分になるんだペパ。もうプリクラ並んで撮ったよ。撮ってたんだペパ。うん、あとであげるね。もらうんだペパ、うん、ちゃんと携帯にも入れるんだペパ。オッケー、オッケー、間違えしといて。オッケーだペパ、うん、なんかゲーセンも人気があるはずなのにめちゃくちゃ混んでたよ、あっちらへん。なんで乗らないんだペパ、ペパのこれに。なんかみんな見えてないんじゃない。それはおかしいんだペパ、うん、あ、今お食事の時間だから、うん、みんなお腹空くって思うんだペパ。そうだよね。ご飯のとこ泊まるんだペパ。オッケー。何食べたいペポ？今ね、すごいお腹空いてるから、うん、なんかステーキとか食べたいな。あ、じゃあステーキの階で泊まるんだペポ。うん、扉が閉まります、ご注意ください。閉まってなかったんだ。プシ、次は8階ステーキ売り場でございます。扉が閉まります、あれ、扉が開きます、ご注意ください。プシ、降りちゃダメだよ。あ、降りちゃダメなんだ。降りちゃダメだよ。お腹空いたな。降りたら絶対帰ってくるまで時間かかるから、ここで降りちゃダメ。超お腹空いたんだけど、うん、ダメだよって言いながら誰も来ないんだペポ、うん、みんなちょうど食べてるかもしれないから。そうだよね、うん、でも隣のさ、エレベーターさ、もう見ないでおくんだペポ。もう見ないペポ。分かった、こっちはこっちだペポ。分かったよ。次の階行くんだペポ。うん、扉が閉まります、ご注意ください。いつになったら11階に着くんだろう。そろそろペポ一回ちょっと眺めるだけだけど、おもちゃを見たいから、うん、おもちゃ9階で止まるんだペポ。9階。うん、うん、次は9階おもちゃ売り場でございます。扉が開きます、ご注意ください。眺めるだけだペポ。あ、そうなんだ。うん、あ、めちゃくちゃ可愛いの売ってるね。あ、欲しいけどペポ今日は一歩も動けないから買えないんだペポ。ちょっと見に行ってきてもいい？ダメだペポ。ダメなんだ。降りたら一人になってしまうからできなくなっちゃうんだペポ。だってエレベーターガールになりたかったんでしょ。そうだペポ。エレベーターガールはもしかしたらずっと一人の仕事かもしれないよ。え、そんなことないペポ。研修ではいろんな人が乗ってきたんだペポ。それは練習だからでしょ。そんなことないペポ。だって今日パピお客さんだよ。うん、お客さんだペポ。乗せてるペポ。一向に11階着かないんだけど。着くんだペポ。まだ9階だペポ。文句言わないでほしいんだペポ。分かった。ペポについてきてほしいんだペポ。分かったよ。ペポが操縦するんだペポ。オッケー。それでは行くんだペポ。11階お姫様グッズっやっときた、やっときたよ。扉が開きますが、降りちゃダメなんだペポ。扉が開きます。超かわいいんだけど。見たら1階に戻るよ。そう。こうしてパピとペポの冒険は続くのでした。はい、皆さんいかがお過ごしですか。はい、それではですね、今週も富士コーデの時間をお届けしたいと思います。はい、今日はですね、じゃじゃん、新作のワンピースゲットしちゃいました。はい、これはお花柄なんですけど、何のお花かちょっと忘れちゃった。はいはい、ちょっとね、一見ちょっと大人っぽい感じのね、ワンピースに見えるんですけど、やっぱりピンクが大好きみたいで、はい、あの後ろ姿がね、なんとここに2本ついてるの。
可愛いでしょはい、まあ、そんな感じでですね、今日はちょっと夏っぽく麦わら帽子をかぶってみました的な感じですね。最近ね、あの髪明るくしてからですね、あのリップの色、ショッキングピンクのね、ベリーピンクっていう色にですね変えてみました。はい、これがですねすごく金髪と相性がいいので、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは VTR どうぞ。今週の富士コーデの時間だよ。今日は花柄のワンピースなの。今日もピンクだよね。女優麦わら帽子をかぶって夏だよ。このワンピース後ろにリボンがついてるんだ。とっても可愛いんだよ。またプライベートでも着ちゃおうかな。はい、皆さんいかがお過ごしですか。今日も藤子の部屋を最後の最後までご覧くださいましてありがとうございます。ここでですね、藤子のライブ情報やメディア情報をお届けしたいと思います。はい、まずはですね、今のところあまり予定が組めておりませんけれども8月20日はですね、フープ、天王寺阿部のフープに出演しております。はい、こちらはですね、ストリートバタフライのイベント関連なので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、第3水曜日といえば、はい、ラジオ岸和田のレギュラー出演の日曜日でございます。ぜひ皆さん第3水曜日はですね、ぜひラジオ岸和田、あのインターネットから全国放送で聞けますので、こちらだけは6時から8時の生放送となっております。コメントも、受付しておりますので、ぜひ遊びに、ぜひご視聴してください。よろしくお願いします。はい。そしてですね、毎月ですね、藤子の質問コーナーですね、こちらの方も募集しておりますので、はい、毎日募集しております。はい、こちらですね、あの、プレゼント、視聴者プレゼントがございますので、ぜひ皆さん当てるまで応募しちゃいましょう。はい、よろしくお願いします。そんなわけでございまして、またですね、藤子の部屋も毎週頑張っておりますけれども、また来週も藤子の部屋を見てくれるかな？なるほど、なるほど。ありがとう。
はい、もうね、ほんとね、あの藤子の部屋ね、150回目かな、え、もうすっごいやってるんですよ。知ってるか。はい、ぜひですね、再放送は YouTube の方からでも見ていただけますので、ぜひですね、あの全然変わりのない藤子をご覧ください。ちょっとは成長しろよって感じなんですけど、相変わらずほんと髪髪が治らなくてちょっと悩んでおります。はい。そんなわけで来週も頑張ります。それではまた来週も会いましょう。バイバーイ。空を輝かせて